可愛い。わあ嬉しい。だってもうなかなか女性の人が結構いるからさ。嬉しい。ありがとうございます。お願いします。なんか肩こり感じるってことやね。もう肩こりです。うん。どうですか？もうね、断然彼氏より硬い。え、嘘？うん、すでに硬い。肩幅もね、ちょっといい感じに。何系ですか？何系でいいんだよ。美容系です。美容、松江くん。エステです。エステ？エステ。どうって、機械は扱う方？機械は扱う方です。手技は？手技あんまりないですね。うん、あんまない方。あ、でもね、やっぱエステ関連、やっぱこう、どうしても中腰でこう、ね、こう寝ながら、相手お客さん寝てますんでね、やるんで、どうしても肩こりとか絶対出てきますね。これ、エステ10年やったらだいぶいいか、肩回りっていうか。いやー、もう。やっぱね、でもね、こうやってるだけあって、肩の筋肉、肩周りの筋肉はしっかりしてますね。うん、しっかりしてる。いや、いいことなんですよ。うん、基本的にはいいこと。ただ、それのメンテナンスはね、した方がいいっていうだけの話で。マッサージとかは全然？もう全然行かないです。もう温めるぐらい。温めるぐらいね。あ、でもお風呂とかいいですよ。シャワーダメですからね、工事。うん、うん、きつい時こそ、肩っていうか、まあ、肩周りとか足のむくみとかね、そういうのためにね、お風呂は絶対入るんですよ。女性は特に多いと、そういうことです。もうエステしてる時にきつくて首を回しながらやってるんですよ。それはあるでしょうね。でもね、自分も水やってますけどね、で今24ぐらい。23です。23ぐらい。23歳とか相当きますよ。うん、うち最高で小6ですからね。小6はさすがに親御さん連れだけど、単体で来たんやったら、高1から高3やったら結構来ますからね。うわ、1人で。すごい。そうそう、ネットエコー駆使してね、自分のきついから体のために使うっていう健康志向って多いから。なんか小学生でも首 の、 あのゲルマニウムしてる人いますよね。いますよ。ちょっとね、じゃあね、肩甲骨見ます。はい。腕をね、こう楽にしょってくださいね。はい、肩甲骨剥がしてみて。肩甲骨出てる。ごめんなさい、硬い方だな、これ。ちょっと楽にしてね。はい。出てないな、これ。おお、ちょっと脂肪も一緒に。すごい楽にしょってくださいね、はい、これ。はい、力抜く感じで。硬いですか？硬い。ああ、指が入らないね。この年にしてはちょっとあれだな。もう楽でしょってね。はい、もうこっちから行きます。はい、どうしても猫背体勢となってくると、ここら辺が平面になってきますんでね、うん、あの肩甲骨が出なくなってくるんですよね。だんだん、しかもあのほら、筋肉ついてくると、だんだんその肩甲骨周りにもね、筋肉を覆いかぶさってきて、そう、柔軟じゃないとだんだん筋肉でこう肩甲骨も埋まってきますんで。もう埋まってますか？完全に埋まってますか？いや、完全ってわけでもないんだけどな。これちょっとやり方を変えればいいんですけど、本当は寝て横向きになってね、やっていただければすごい、効率的なんですけど、ちょっと今これ座ってやられてるんで、比較的あれなんですけど、ね、硬いなこれな、かわいそうだなこれは。これが29、89ぐらいになったらもうちょっと恐ろしいことになる。お、今チャンス。お、指入った。お、わかります。うん、気持ちいい。新感覚でしょ、これ。なんだ、肩甲骨生やしてる。うわ、結構あれだな、肩が緊張型やな。そうなんですよ、ね、うん、なんかこうカチって固まるタイプのあれかもしれないね。うわ、肩が外れそう。あ、やばい。あ、やばい。うわ、ね、やばい。いいもんでしょ。楽しい。普段してる側やろうけど。送信系ですか？そうです。もういつから？もう専門学校卒業して。そっから。そう。もうそれをな、もう波動の道に行こうと。そう。素晴らしい。まあ自分もある意味で、ね、親戚なんで、直視で言うならばね。いろんな体をやっぱ触ってきて。何ぐらい触りました？もう数えられないですね。数えられない。まあ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 、それでしょうね。
毎日毎日何人ぐらいさあります？毎日でも5人ぐらいですかね。ああ5人ぐらい結構来るなやっぱ、うん、でまあ店舗名を聞いたら多分自分分かるんですけど、うん、はいこっち行きます。はい、うわこっち片そう右もう右あれなんですよ。楽でしょ、ね、もう完璧に近い、はい、あこっちは意外とねこっちの方がね大丈夫。あ右利きだからあのね、意外とね、右利きだから右が疲れてると思われがちなんだけど、動かしているからこそ健康なんですよ。もうやけ、セルフケアができている状態、動かしてる、右ばっか動かしてる。逆に言うならば、左もちゃんと動かしてくれた方がね、うん、すごい均等にはなりやすいんでね。うわー気持ちいい、うん、感じいい感じ、うん、これね、まだやりがいがあるな。3回受ければかなり楽になります。リノーテです、ね、リノーテリノーテ、ちょっとあの分かりづらいですよね、これリノーテって意味ローマ字読みしちゃった。そう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 、ちょっとあのあれなんで。はい気持ちいい。将来あでもこうお尻とかこれ習ったりしないんですか？あ習います、習います。うん、ちょうどでもフェイシャルとかが主です。フェイシャルか。ボディはボディあんまやらないです、まあ、あんまりやさせてくれんか、うん、足ぐらい、足ぐらいか、うん、まあね背中はちょっと難しいんですよ。それはありますね。まあでも結構慣れですよ。あのねやってもやっぱセンスですからね、うん、センスあれば、うん、顔の方が得意ですよ。まあ特に顔はでもやりづらいな。自分そのオイル、うん、やるとしたら顔はあんまりやりたくないな。結構繊細なんで顔の方がでも効果出やすい。まあ出やすいですね、うん、確かにあのリパ節からこう、ね、そうちゃんとグッグッこう流す感じで、まあ、自分もできるとはできるんですけど普段やらないし自分は、ね、やらないかこういうのはやらないので、もうもうこっちの方なんで。わーなんか肩甲骨動かすだけですごい軽くなった。軽くなりますよ本当、全然違いますね。やるとやらんでは本当天地の差なんで、やっぱり、うん、やっぱ普段から、まあ、首いつかったっけ、首が、首がすごいんですよ。首がすごいんですよ。首がもうどうすかこの感じ。あ、でも首ってまだあれだね、首いつも動かしてるんですよ、ぐるぐるして、うん、まあ確かにね、あの猫背タイプなんで首がきつくなりやすいですよ。姿勢で気になったんですけど、首なんか、うん、首だけこうなってるんですよ。頭だけなんかこう出て、うん、鶏みたいな、なんか姿勢がなんか鶏みたいな。鶏みたいな。まあ独特っていうか、まあ、あの個人でそのやりやすいね、うん、こう姿勢ってありますからね。あんま変な癖にならんこととりあえず。あれ走ってた。あ、友達ですよね。あ、友達？あ、何？友達かな？大分県。大分県です。あ、頑張ってくださいね。同じ癒し家業なんで、はい。もう将来ほら、30代ぐらいだったら自分でから、ね、そうですね、お客さん取れるぐらいになってね。もう今、自分がやりながら寝てますからね。いや、大丈夫。あの、まあ、多分仕事嫌にならないことね。うん、ちょっとね。せっかく癒し家業いるんだから、せめて。夏はでもやばいですね。まあしょうがないんだけどな、もう自分から言わせてもらえば、あのこの仕事ではやっぱあの好きにならんと仕事やってられん。この仕事っていうのはね、人を触る仕事なんで、やっぱり、うん、好きにならないとやれないですよね。やれない、絶対ね、人を癒すとかね、人をあの成果を出してあげるっていうのがないと、やっぱ手に力が入らないっていうかね、うん、心が入らないっていうか、そういうのあります。よっしゃ、まあでもこんなもんかな、うん、うわー、まあ、ちょっといい気持ちよかった、なんか相当スッキリしました。ありがとうございます。うわー、ね、ということで、たまにはね、今からでもいいんで、マッサージでね、はい、ちょっと体をきつくね、こう、いたわってやってください。はい、うわー、気持ちいい。普段やってる側だからね、もう忘れてました、この感覚を。感覚をですね、思い出したくらいが届いてあ、そういいよ。ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、また。
ぜひどうぞ。またありがとうございます。毎週土曜日いますので、はい、ありがとうございました。はい、すみません、ありがとうございます。またね。はい。